阪神、日本ハム米大リーグで活躍した新庄剛志氏48が生活拠点としていたインドネシアバリ島を引き払い日本に帰国することが27日分かった昨年11月に現役復帰を宣言しトレーニングに励んでいるすでに日本での練習場所の確保に動くなど前代未聞のプロ球界復帰に本腰を入れる新庄氏がプロ球界復帰へ 本腰を入れる。現役を引退した後、インドネシアバリ島に今を移していたが全てを引き払って日本に帰ってくることが分かった本来は春季キャンプ前に帰国する予定だったが新型コロナウイルスの感染拡大で延期5月に戻る計画も立てたがこれもやむなく引き伸ばされた現役復帰に向けバリ島ではウエイトトレーニングをはじめキャッチボール T 打撃を続ける日々ただ生きた球を打つ練習量が不足している状況というそこで関係者が帰国後にマシン打撃ができる施設を確保するなど準備に入った本人もコロナ禍の状況を踏まえながら渡航帰国のタイミングを見据えている新庄氏は19年11月12日に自身のインスタグラムで「皆さん夢はあるかい」と呼びかけ突然の現役復帰を宣言し 周辺をざわつかせたその場では1%の可能性があれば必ずできると投稿しバットを振るなどトレーニングをする動画も寄せてカムバックをアピールした6年にリーグ優勝日本一を遂げた日本ハムを引退してから13年間のブランクがあるプロ野球界は前代未聞の復帰プランに懐疑的だったただ一方で 本人をよく知る選手。関係者からこれまでサプライズを起こしてきたからやりかねないと本気度に納得する反応も聞かれた阪神時代には敬遠球をサヨナラだにする離れ技をやってのけた1年に一郎と日本人野手初の米大移籍日本ハム電撃入団など数々のドラマを演じた。 記録より記憶に残る選手落ちで行った男は今年1月下旬にもあのグラウンドにもう一度立って見せようじゃないかとコメントしていたその言葉に嘘がなかったことを裏付け本人の覚悟を態度で示すのがこれまで10年以上も暮らしたバリ島からの引っ越しになるこれまでプリンス嵐を呼ぶ男宇宙人などさまざまな代名詞で表現された心情し失敗も承知の上だろうが。 生き方までは曲げられない。関係者には僕は損得で動かないし死ぬまで失敗を続けるかもでも誰かを笑顔にさせられたら僕はそれでいいと伝えているまたまたアンビリーバブルな新庄劇場の幕が開く予感がしてきた寺尾ひろかず